久保さんいや自己責任ですね全て自分が悪いと <laughs> まああのサラリーマンで働いてるとね会社のが給料安いだ会社がどうのこうの休みがねえとかねなんかいろいろできるんだけども自分一人でやると誰のせいにしてもせいにしてもいいんだけど結局誰も助けてくれないので。 帰ってくるっていうね。まあ、サラリーマンの場合は、誰かのせいにしても、給料は入るんですよね。だそこが大きな違いかな、と思いますね。アードコーダー言っても結局、月末には給料が入ってると。でも、一人でやってると、アードコーダー言ったところで、誰も助けてくれないし、月末は給料入ってこないそう。自分で管理して、自分で稼がないといけないし、 だそこがね、大きい違いかなとは思いますね。うん。だからまあ大変なんだけども、まあその分、あの、得られるものもたくさんあるし、時間だったりお金もね、あの、自分次第でいくらでも稼ごうとも稼げるし。でも会社の、まあ営業マンだったらまあちょっと別枠になってくるかわかんないですけども、まあ普通の仕事だったらね、 自由自在に給料を上げ、上げるとか無,無理じゃないですか。うんだから多くの人は自己責任で生きていない。で、一部の人は自己責任で生きていると。まあそこの、うん、責任の重さ、軽さによって収入はね。まあリアルの仕事でもやっぱ責任が重い仕事はあ給料高いですし、やっぱアルバイトってなんで給料が少ないのかっていうと責任があんま少ないですよね。 うん、アルバイトの給料と店長の給料は、まあ、一緒ではないですよね。まあ、そのベンチャー企業でそのなんだ社長が給料取らないとかねそういうのはあるんですけども、まあ、一般的にはねあの新入社員と社長の給料は違いますよね、うん、だから責任の重さですね。うん でも責任の重さも、久保さんも僕も体験してるんですけども、自分一人で生きていく分ぐらいは、そんな重くないですよね。正直。そこまで重くないですよね。<laughs> やっぱそれはやっぱ経験していないとわかんないとは思いますけど、まあ経験できたんで良かったなと思いますし、でも、もう経験はしたくないですね。経験したからこそ軽く感じるし、だけど、 もう経験はしたくないですね。自分一人賄っていくのに金稼いでいくっていう、そこだけに自分を生きる。自分の、自分の人生を自分で稼ぐみたいな。だから自分の、うーん、食い物は自分で狩りしていくみたいなね、感じですよね。うん。まあ、どっちがいいのかわかんないですけど、まあ、こっちの生活に憧れるんだったら、 久保さんが言う通り自己責任管理で,できないとまあ難しいかなと思いますね。いってらっしゃい。